ね、ゴルゴルゴチャンネルのお時間でございます。はい、今日はね、貪欲なサナちゃんを久々にお映しいたします。ちょっと、反射やばい、反射が、うわ、食ったサナよく食った。すぐ振り返る反応いいね。サナはね、もう愛情いっぱい育てたいと思います。おお、水の中入っちゃったよ。おお、ほら、危ないぞ危ないぞ。サナの反応、成長ぶり、これね、3匹の中で一番貪欲ですよ、この子は。この子の貪欲っぷり、まるまる太ってますからね、サナ。ガマって感じやね、ガマ。ほら食った。うわ、顔が取れちゃう、顔が取れちゃう。この手でこうね、必ずこう押すのは何でしょうかね。なんか噛みつかれないようにしてるような気もするんですよね、これ。じゃあもう一匹あげましょうか。綺麗な、綺麗ですね、イナゴも可愛いですね。この子はちょっと餌にあってもらいますね。いきますよ、ほい。サナ、ほんま動物的になってきたのか。僕が餌あげたらね、すぐにパッと反応してくれるね。来るぞ、サナが来るぞ。たー、サナ食ったー。投入、サナの食いっぷり。すごいね、この食いっぷり。口からはみ出してる。すごいね、この食いっぷりよ。ちなみにね、このヒキガエルが目をね、閉じて引っ込めるところあるじゃないですか。これは眼球をね、押し込めることによってしっかりと飲み込むようにするらしいです。はいはい、今後もね、サナちゃんとかのお食事シーンとかね、
お掃除シーンとかもね、動画にさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。